卓上ラボ。これはあの作中で言及されている通り、まあ、いわゆるベケットの五道を待ちながらのパロディとして始まっているんですね、状況としてね。まあ、五道を待ちながらはね、まあ、別谷文乃さんとかにも触れたんですけど、来るはずのない五道という人を待つ男たちが、もう待つのはやめて、まあ、明日はもうここから出ていこうって言いながら、最後までその待ち合わせ場所から離れることができない、そういう話です。もう行こうもう行こうと言いながらずっとそこから出ていかないで、五道は現れないっていう話でしょ。まあ、ここではね、そのおそらくね、その存在しないガラスっていう荷物、存在しない荷物を存在しない届け先に届けてるっていう構造なんですよね。まあ、男たちは重いガラスを持ち続けることをなぜかやめることができないんですね。で、まあ、ふとしたことでガラスはガシャーンって割れてしまうんだけど、男たちはここにあるじゃんって言って見えないガラスをまた持ち上げるっていう話だよ。結構感動的な話なんですよ、実はね。なんというか、つまりね、まあ、行為、ものを行う行為ね、行為というものが目的というものから切り離されても、それを続けることができるかどうかっていう話なんですよ。まあ、初めに話した通り、この竹内さんはじめする将棋場第二世代は、まあ、主に全共闘世代というやつで、まあ、政治の季節が去って、アジテーションのために芝居をやってたんだけど、その政治闘争自体がなくなった。だから演劇はそのアジの手段だったのに、その目的を失っちゃったんですね。それでも芝居続けるのっていう問いなんですよ、これは。目的なくなっちゃった。もともと演劇は手段であって、大きな目的があったのに、目的がなくなって手段だけになっちゃった。それでもやるっていうことなんですね。つまりね、もともとね、ここで言う荷物っていうのは、届け先に送り届けるから荷物なんですよ。届け先があるから荷物でしょ。でもその送り先、届け先が存在しないってなった時、その荷物は当然荷物としての意味を失うから消滅するんですよ。でもそれでもいいと。届け先がなくても荷物はただ純粋なる荷物としてここにあるんだという願いなんですね、これは。届け先なんかなくたって荷物は俺たちは運び続けるんだ、永久に、というようなある種の願いですね。だからそれがさっき言ったデュシャーの考えにも一致してるんですね。つまりその目的のために芸術ってあるんじゃないと。行為そのものが芸術なんだから、それでいいんだというか、結構見事な言いようだと思います。自分たちの状況をそう読んだということですかね。当時、竹内さんが。だから演劇は何かの目的であった時代から、何かの目的でなくていい。演劇をやるために俺たちは演劇をするんだというメッセージだと思います、この芝居は。もうその通り。そうですね。まあさっきね、ちょっと意味深に引用した作中のセリフが、まあそれを示してますよね。いつまでこんなことやってんだ俺たち、もう若くないんだぜとか、重い荷物をね、外してみたら、なんか逆に寂しくなって手持ち無沙汰だなとか、重荷だったものをね、とかね、そういうセリフですね。それがまあ自分たちのおそらく状況なんだと思います。まあ話した通り、銀への下の時にも話した通りね。まあ第三世代というのはそこから出発してるんで、演劇をやるために演劇をするっていう状況を竹内さんたちが用意した、そこをスタートラインにしてるんで、そこに何の疑問もないんですね。第三世代の人たちは。だから野田さん、鴻上さんとかっていう人たちは。そんな当然じゃんって感じだ。もうメッセージが出せえじゃんって感じだ。でも、このアングラの政治劇の影響をもろに受けちゃって始めた第二世代はね、そこを飲み込むのに要するに時間がかかったんですよ。なるほどな。だから第二世代の竹内さんが名前を改名したのでね、つまり今までの自分を捨て、純一郎はもう死んだと、その政治劇を心出した。俺は純一郎だという形でですね、まあ再出発した。まあ言ってみればそれまでの作風をまた捨ててね、その再出発したっていう、で、この大ガラスで81年にちゃんと受賞しね、新しい時代を告げたというのは、これはね、演劇史的には美しい位置だったんじゃないかと。つまりその作家の問題と状況、演劇の状況というものが、見事に一致した時に生まれた作品だから、多分、なんかこう熱く支持されたんですね。俺たちはこれからこうやっていくぞっていう、ある種捨て身のメッセージだと思うんですよ。これは。楽しいからやる、もうそれで行く。だけど、だからしつこいけど、後から来た人たちはそれが当たり前なんだけど、この人たちは本当はそうは思ってないの。本当はメッセージのこもった熱い芝居が本当はやりたかったの。でも、時代に遅れちゃったの。自分たちがやり始めた時、時代はもうそうじゃなくなったの。だから、ある意味自分に嘘をついて、もうそういうことはやめ、俺たちは明るくいくぞって言ってるけど、心のどこかに檻があるんだね。そこが酷ですね。同じ世代、同じ年に活躍したけど、第二世代、第三世代は、そのニュアンスがちょっと違う。だから、あえて、バカを演じてるやつと本当のバカの違いぐらいの違いがあるんですよ。第二世代、第三世代には。でも、本当のバカにはやっぱり、こう、作ったバカは勝てないところもあるんですよね。負けるみたいな。だから、やっぱり野田秀樹、鴻上尚史なんかがやっぱ受けていく中で、この人たちは、やっぱり受けてはいても、ま
前の世代の人たちだから、そうですね。そこまで踏み込めないんですよ。本当に大学生のパーティーのコンパのノリとかで芝居は作れないんですよ。そうやることにも一つ論理的な操作がいるのね、この人たちは。あえてやってるんだとか、言わなきゃいけない。大学生の人たちは言う必要がない。当たり前だから、自明すぎて。そうですね。っていうところに軽さの差があるんですね。ああ、そんなところにも。ただだから、後の時代になってみると、その論理的操作をしてる分、第二世代の作品の方が読みやすくはあります。今言ってるのは理屈で終えるから。そこがまあ、面白くもあり、幅の狭いところでもあるんだけど、結局読み替えられるじゃないですか。今言ったような話が、小劇場の話といえばそうなんだけど、まあ一つのさ、誰にも起こり得る青春の話だというふうにも取れるわけだよね。いつまでもこんなことしてられねえって言って、今まで自分たちが体重をかけてきたものを捨てなきゃいけないとき、手放さなきゃいけないとき、その瞬瞬があるじゃない。っていうようなところに置き換えられるのね。論理的にできているから。ただその小上さんとかの楽しみは完全に感覚的に作っているので、その論理的操作がないんですね、はいはい、だからその当時はその方が良かったんです。あ、軽くて新しくてワクワクしたんですね、うん、こういうのはちょっとおじさんが頑張って作ってる感じがするんです。多分当時の若者からしたら、はいはいはい、頑張ってんなって感じ、流行に合わせようとね。、うん、しっかりできてるのはこっちなんだけど、うん、でも受けたのは向こう、うん、だけど時代を経て全部流行遅れになった後ではこういうものの方が読みやすいということは一つ言える。作品として残るのはこっちかもしれないという感じはありますね。あ、時代性を排除すればね。ただまあ演劇って時代性を排除しては成立しないので、うん、どっちがいいとか悪いの問題じゃないです。うん、ただコートしか作れなかったんだろうなという感じです。うん、でさっきね、仏くんも言ったようにね、はい、地味に大事なのはこれコントなんですよね。うん、コントだねでしょ、言ってみればこのネタって、うん。これはね、ベケット、現地ではね、コントとして演出されてるんですよね、お堂を待ちながらって。あ、そうなんだ。もともと。笑えるコントネタなんですよ、もともとは。でも日本ではさ、まあ、深淵な不条理劇としてさ、ある種神格化されちゃったんですよね。うん、そうですよね。みんながシーンとなるほどって、もう頷きながら見るようになっちゃったってところがあって、だから本来のニュアンスとはずれちゃったんですよ、不条理劇って。不条理劇って本当にね、笑えるコントとして作られた部分も大きいんですけど、竹内さんは多分直感的にだと思うんですけど、まあ、この五道の構造はコントだなってカンパしたんですね、おそらく。うん、見破ったんだと思います。で、ちゃんと笑える芝居として大ガラスを描いた。この鋭さ、はい、軽さとかね、うん、脱力さみたいなところをちゃんと、あの、五道待ちながらの大事なエッセンスとして、ちゃんと理解してたっていうことですね。うんうん、実はね、意外なことにね、別役さんの芝居もね、そうなんだけど、この時まで、不条理劇を、いわゆるコント、笑える芝居として見る風潮ってなかったらしいんですね。別役さんの芝居も、うん、まあ、もちろんギャグはいっぱい入ってるんですけど、うん、みんなで結構ね、感心して、ふんふんって見るようなニュアンスだったらしいです。で、別役さんはそれにちょっと、歯がゆい思いをしてたこともあったらしいですね。自分はギャグのつもりで書いたセリフをみんなが、なるほどって言って、感心しちゃうから、いやいや、そこはくだらないギャグなんだから笑ってくれよとか、思ってたらしいんだけど、作家の意識が先に行き過ぎちゃってて、大衆がついていかなかった。そっか。それを、竹内さんは、もう完全に分かるようにコントとして書いた。不条理って笑える芝居なんだよっていうことをちゃんと見せたということは、功績ですね。おそらく初めて笑いが出た不条理劇なんじゃないですかね。そういう意味で結構大事ですね。コントダネだったというのは非常に大事。そうですよね。うん、セリフなんかもすごい笑える、ね、ツッコミみたいなの。軽いツッコミ。そうそう。で、だからそれまでのいわゆるその苦渋に満ちたね。うん、ある意味自虐的なね、性質の、まあ、竹内さんがその社交者自体に書いてた作品からも軽く一本抜け出したという感じです。吹っ切れた感じっていうことかな。っていう、まあそんなところがこの作品の、まあ骨子であり、まあ価値でもあるんですけど、もう少しこう刑事化的にというか、単純にストーリーそのものを、まあ読み解いていくと、小時君どうですか？急に振ってあれですけど。なんかでも、普通にコントっていうのはすごく、印象として受け取って、で、なんかこう、ツッコミみたいなのとか、天丼みたいな、はいはいはい、重ねていくよね。結構しつこいよね。しつこいんですよ。くどいよね。ずっと、そう。こんなに続けるかってぐらいしつこいよね。話すなよ、みたいなとか、うんうん、押すなよ、みたいな、ツッコミみたいなのがすごい、最後まであって。人間ね。しかも最後の最後のセリフもそうなんだよね。うん、そうなんです。最後3人がその、勝手口から消えていくときも、うん、もう月が出てきたなっていう。うん、ああいう月をなんていうか知ってるかい、うん、上限の月だろ。いや、雲にベタ月って言うんだよ。ベタつきって、まあ、うん、ダジャレですね、はいはいはい。それも言うなら、雲にイチャつきだろ。そうそうそう。月のダジャレなんですけど、うん、イチャつき、はい。いや、あれはニチャつきさ。ジャラつき、デレつき、ホレつき、ベチャつき、ニチャつき、クチャつき、全然延々するんですね。ずっと続く、ね。くっつき、せっつき、張りつき、ムカつき、もたつき、ぐずつき、ペコつき、どんつき、てんつき、ガタつき、ごたつき、すいつき、ギラつき、ザラつき、傷つき、ゾロつき、うちつき、テクつき、ふらつき、まごつき、きつき、つきき、こつき、どつき、飛びつき、パクつき、かじりつき、色つき、鼻つき、引きつき、泣きつき、さつき、殴りつき、ひりつき、焦げつき、嘘をつき、
噛みつき、目つき、調子づき、目つきと息つき、芝居づきって言って終わるというね。いやー、俺はね、見事ですよね。永遠に続いていくっていう感じ。そう、だからコントとして結構徹底して書いてるのは確かにそうかなって気がするね。ね、まあ前半はね、本当に抜群だと思います。うまさ。うん、まずは言ったようにその見えなくて、大きい奥くて重いガラスを3人の男が運ぶっていう、まず構造ね。うん、で、まあ今話したように、まあこれね、いかようにもね、偶意的に取れるんですよね。うん、自分たちの演劇状況の話なんだけど、うん、おそらく、うん。ただ別にそういうんじゃなくても、青春の苦さ。うん、みたいなようなね、うん、こととかっていう風に取れるんですよね、うん、今までこうやってやってきたけどこれからどうしようみたいな、うん、今まですごく大事にしていたものが、うん、透明で見えないものなんじゃないかというようなね、重いけど、まあ、読み取れるんですよ。何にでもなる。このガラスが何かの例えと言われたら、うん、結構何にでもなる感じ、うん、で、まあ、あとその男が一人どっか行っちゃって、うん、親方に電話しに行って二人になってしまったからの、うん、まあ、五度を待ちながらのね、引用が急に入るっていうのが、まあ、さっきも言った通り、まあ、これはそういう構造なんですよ。うん、もう分かってちょうだいねって、こう、うん、つまり楽屋を見せちゃう。芝居の骨を見せちゃう、お客さんにね、うん、まあ、パロディーですよっていうのをはっきり示しているっていうところね。まあね、これはね、昔ね、漫画家の鳥美紀さんが書いてたんですけど、パクリとパロディーの違いは何かって言った時に、パクリっていうのは元ネタがバレると困るんだと。パクってるから、うん。パロディは元ネタ分かってもらわないと困るんだと。ギャグが理解されないからっていう言い方をされてたんですね。だからおそらくね、これはね、竹内さんは、はっきり啓蒙したんだと思います。これは五度を待ちながらのパロディなので、うん、みんなちゃんと元ネタを理解してくださいねって一応、丁寧に説明してあげたと思うんですね。うん、まあ、ここが本当であれば、そんな説明はしなくても、分かるのが、それまでのインテリな、アングラとかを見てきたお客さんなんだけど、軽いパープーでバカな客にも分かるようにやってあげてるって感じなんですね。ここら辺にこう、なんていうかね、こう、開き直りがありますね。この時代のね。そしてその、透明でいわゆる見えないガラスが、本当にあるのかどうかっていうことが、まあ仕掛けとして現れますよね。うん、その男が一人になった時に、いいよって言って、俺が一人で持ってかって持ち上げたら、持ったやつ二人が帰ってきちゃうっていうね。そうですよね。お前何持ってんだって言われて、空気かなみたいな。あれって感じになるんですよね。あれガラスってお客さんから見えないだけじゃなくて、本当はこいつらにもガラスは見えてないんじゃないかっていうことが構造的に見えてくる。これ仕掛けですよね。この仕掛けうまいですね。すごくうまいと思います。あとはやっぱりドアのノブ穴から家を覗くっていうシーンですね。さっきもちょっと言ったけど、まあ、全部がガラス製の家があるっていうくだりね、覗くと。だからここまででお客さんはさ、まあ今のシーンとかもあって、ガラスは多分存在しないんだろうなってことはなんとなく分かってきているんですよね。まあ要するにそれはあるかもしれないが、いわゆるその観念的な、彼らにしか見えない、存在しない、いわゆるガラスであって、物理的に実存のガラスではないんじゃないかなという仕掛けは、もうお客さんはなんとなく見えてきているんですよ。で、そこで出てくるこの全部ガラス製の見えない家っていうものが、だからこのガラスの発展系は家なんですね。実在はしないんだろうけれども、彼らにだけ見える家なんだなと、そのガラス製の家というのはあってほしいと願う家なんですよね、おそらくね。願いなんですよ。その家が彼らの。あってくれという。ないんだけど、あってほしいから、ないものを見て、あそこにガラスの見えない家があるぞって言っちゃうってことなんです。ということは、まあ、ここまでの仕掛けでお客さんにもわかるんですね。つまりさっき言ったその存在しない配達先、存在しないゴールっていうのが彼らには見えるんですよね。結構切ないですよね。確かにそうです。到達点がさ、本当はないんだけど、いや、あるよ、透明だよって言って、ないそのゴール、自分たちが届ける先を見つけてるっていうことが、ね。切ないですね。非常に切ないですよね。で、まあ、その、一人の女性を三人の名前で呼ぶ。まあ、その三人の男たちがそれぞれその求める、一人の女性という風に化けるんだけど、要は彼らが求めるものがね、三条春美ないしは三条るみないしは山田種子というのが、それぞれ全然別の存在で、そもそも誰もいなくて、男たちがそれぞれ勝手に思っている、まあ言ってみれば理想の具現化として、そこにいてくれという意味で叫ばれているということが、いないんですか、いないんですかって必死で語りかけるというのはね、これ結構切ないんですよね。なんか泣けてきますね、そう聞くと。男芝居だし、やっぱり。その存在しないものを何とかして信じたいっていう、まあ、願いなのかなっていう感じがしてくるじゃないですか。してくるんですよね。クライマックスでさっき言ったその3人が1人の女にその違う名前で呼びかけるっていうのは、まあある意味その性的な男たちのリビドーのね、気球というか求めるものなんだろうなというのは感じますよね。なんとなくね。そのまあ、もちろんポルノ女優というのが出てくるからというのもあるんだけれどもね。という、
まあ、今、リビドーの話出たので、はい、ちょっとデュシャンの、さっきの大ガラスの、ちょっと通俗的な説明をしましょうかね。はい。一応見せるとですね、こういう作品です。これがそうなんだ。そうそうそう。よくわからないオブジェみたいなものなんですけど、はい、あれが、言ってみれば、その大ガラス、通称大ガラスという作品なんですけれども、このオブジェは今見てる、その上下のパネルに分かれてまして、で、その上のパネルが花嫁、下のパネルを9人の独身者というふうに、あの説明されているんですね。そうするともうすぐ何となく分かってくるでしょ、だからね、その、そうそう、上下のパネルに分かれてる上のパネルが花嫁、下のパネルは9人の独身者のエロティックな出会いを表現しているというふうに、まあ、一般的に説明されます。まあ、美術館とかだとね。で、こういうふうにね、説明されてます。花嫁と独身者たちの両者の欲望によって、花嫁は裸にされ、開花、花が開くね。開花を遂げるわけだが、それにもかかわらず、両者の真の出会いと結合は果たされない。と書いてありますね。つまり、女も男たちを求めている。男も女を求めているが、だが、両者は出会うことはない。というふうな説明が、されているんですね。まあ、この花嫁と独身者たちを隔てているパネルというものを、まあ、この芝居で、まあ、この例の大ガラスと見れば、まあ、この芝居の構造は大体わかりやすくなりますね。一応ね。まあだから結構うまいこと言ってる引用なんじゃないかという感じですね。なんとなくわかるでしょ。わかりますね。ガラス一枚隔てて、そのエロティックな欲望を男たちは持っている独身者たちっていうなんて書いてありますから。この芝居の登場人物もね、独身者1、独身者2、独身者3ですから。そこからやっぱ着想を得てるっていう、ね。得てるってことなんだろうね。で、だからガラス隔てて、その三条ルミ、あるいは三条春美、あるいは山田種子という存在はしないんだが、幻想としている女に呼びかける。だけど、一方でこのデュシャンの作品の方では一方で、その存在しない花嫁もまた、男たちを求めているんだというようなことが、まあ一応説明されているので、おそらくなんかそういうところから着想を得た部分があるんでしょうね、きっと。元ネタというかね。ちゃんと分かるようにできているなっていう感じ。で、最後にさ、筒の中に小さなガラスの破片が入っていたじゃないですか。それでガラスの破片ポイって捨てると、それが大ガラスに当たっちゃって、ガシャーンって割れて、で、いや、割れてないよ、そこにあるよって言って、持ち上げると、まあ、そのガシャーンって割れた時に戸が開いてて、そこから3人は消えるっていうラストじゃないですか。この小さなガラスが、なんで靴の中に入ったか、わかりますか、なんで、この小さなガラスの破片でどうして彼の靴の中に入ったというか、どうして小さなガラスの破片が落ちてたんだかわかりますか、ちゃんと書いてあります、芝居に実は。あ、そうなんだ。はい。だって、それまで別にこの人たちのガラス割れてないじゃないですか。割れてないですよね。その小さなガラスの破片って何なの、何だと思います、実はね、そういうね、謎がこの話芝居にはあるんですね。こっそり隠されてます。そうなんだ。はい。それをね、読み解くとね、芝居の構造が分かるように実はなってまして。はい。芝居の冒頭のト書きを思い出してください。はい、少女の歌う童謡、そしてガシャーンというガラスの割れる音、そして3人の男が出てくる。あ、ね、この初めにね、ガシャーンと割れたガラスの破片なんです、実は。あ、この靴に入ったのは、はい。だから見えないガラスが割れた後の見えない破片なんですね、実はね、靴に入ったのは。つまり、これはね、エンドレスの構造なんです。ああ、円環構造になってるのか。だからね、実はね、彼らの前にも同じように見えないガラスを運んだ男たちが多分いたんです。ああ。そういう風に読めるのね。で、同じようにガラスを割り、同じように勝手口に多分消えていったんです。で、その後にこの物語の3人が入ってきたんです。きっと。ね、っていうことが実はこの靴の中に入った小さなガラスの破片ということで分かるように実はなってるんですね。気づかなくてもいいんだけど、ちゃんと用意されてるんです。なぜそこにガラスがあったかは。そこしっかりちゃんと書いてたんですね。そうなんです。だから意味があるんです、ちゃんと実はその靴の中にガラスが入ってたというのはね。つまりこれはね、永久に同じ話を繰り返してるっていう構造に実はなっているんですね。つまりね、このお話の最後で、またこの3人の男たちが消えていった後にも、また新しい男たちが来るんですよ。きっとガラスを運びながら。そうですね。そしてまた彼らのまたガラスの破片が靴に入る。はい、そういうのが永久に続いていくっていう仕掛けが実はね、施されているんですね。あ、なるほど、うん。まあ例えばだからこれは、時代とかね。世代みたいなものが変わっても、まあ、青春の悩みは一緒というか、ある奴らが思い悩んだ時代があって、それが終わってもまた次にやってくる奴らはまた同じことで悩み、またっていうことが多分、
若者には永久に同じことで苦しむんだということを多分言ってるんだとは思うんですが、その円環構造をそういうふうにさりげなく見せてるところがうまいんですね。うまい。だから気づかない人は気づかないです。うん、確かに。ただご都合主義で、うん、靴に何でから入ってんだとか言うかもしれないですけど、ちゃんと書いてあるんです、初めに。これは、つまり終わらない物語なんですよね。うわぁ、すごいちょっと取り放ちましたね。そうなんです。ちゃんと書いてあるんですよ。だから初めのトガキが重要なんです。そうですね。だからガシャーンって音が鳴って、3人が入ってくるってことが大事なんですね。そう、しかもこの舞台芝居の終わった後も書いてます、初めのト書きには。実はその円環構造であるがゆえに、少女の声で動揺が聞こえるって書いてあるでしょ、はい、これが言ってみればこの芝居のラストシーンなんですよ。ああ、つまりラストシーンが一番初めだから円環するっていうのは。そうですよね。つまりこの芝居の中では最後は消えていって終わりって書いてあるけど、消えていった後にその家の中から少女の動揺の声が聞こえるんですよ。あ、でガシャガンって音がしてまた男たちが入ってくるっていう風におそらくなっているんですね。はいはいはい。って思うとなんとなく分かってくるよね。いや、そうですね。だから結局こいつらだけの話じゃないんですよ、うん、これは永久に続く若者の悩みを描いているという風にも読めますね。そうですね、うん、これすごいなんか初見で読んだ時はその会話の面白さとか演劇的な面白さでサクサク読めちゃったんですけど、結構ね、めくらましをされるけど、構造は非常によくできてるというか、仕掛けられてます、立地的に。だからこういうふうに気づかなくてもいいんだが、追うとちゃんとできてるというのはすごくいい、お手本的な作り方ですね。だからそれが逆に言うとね、その仕掛けがいわゆる伏線などという言葉で今簡単に語られますけど、それが理解できないとお話が面白くないなんて話はダメなんですよ。伏線というのは気づかなくてもいいんです。そうですね。ただ仕組まれてなきゃいけないんですね。でそれが分からない人は分からない人なりに楽しめるんだが、それに気づいたものだけがその世界がね、反転するような喜びを得るんですね。うわー、分かっちゃったみたいな。つまり同じものを見ても同じような感想を得るとは限らないというところが、まあこういう作品の深い。いやー、すごいですね。私というほどの男になるとですね、読み込めてしまうんですね、そういうところがね。まあだから、もちろんだから僕もこれは20代の時に読みましたけど、まあ1回2回読んでも分かんなかったです、そういうことは。なんとなく読んでいるうちに、ああなるほどっていうふうな、なんかある時ふと分かったんですね、なぜこの話なんだろうということがね。それがまあ非常にうまく決まってるという感じですね。その自分たちの個人的な問題をまず普遍化した偶意によって普遍化しているし、でそれは永久に続いていく若者にはもう時代が変わっても共通のテーマだと、ね、自分たちは何をしてるんだとか、前の人たちが残していったことをね、また繰り返すのかとか、そういう悩みってつきまとうよね。俺たちだけの悩みじゃないよね。俺たちがこの時代を通り過ぎていってもまた次に来るやつがまた同じことで悩むよと。まあそれが歴史というか、それが青春ってもんじゃないかというようなですね、竹内先生のメッセージがですね、この構造の中に現れているというのが素晴らしい。それをセリフで言わない。やぼったいと言っちゃうでしょ、そういうこと。なんかセリフにしちゃう。なんか、また同じことを繰り返すんだろうなって言っちゃうと、しょぼい。そうですね。構造で示すというところが、まあ渋いっすね。クールですね。クールですね。非常によくできてると思います。素晴らしい戯曲だと思うし、僕も好きなんですけど、ただまあ、あえてね、あえて言うと、ラストの展開は、まあちょっと考えどころという気もしないではない。難しいんだけどね、このね、戯曲はね、おそらくもともとは、ストーリー、いわゆる筋書き、というものがない芝居というのを多分考えたと思うんです。竹内さんは。目指したんだと思うんですね。ストーリーのない芝居をおそらく目指していて、ただ男たちが透明なガラスを運んでる、その滑稽な姿だけでおそらく芝居を一本作ろうとしたチャレンジだったと僕は思います。ところがね、やっぱり最後は最後の最後は、それで押し通せなかったという感じがして、まあ例えば女に語りかける情緒的なクライマックス、もしくは家の中に入る戸がガシャーンって開く、最後水がジャーッと出る、カラスが飛ぶ、カラスが飛ぶんですよね。これがね、結局ね、ストーリーになっちゃったって感じするんですね。結局そこに達成するために今までの童貞があったんだというふうに読める、旧来通りのドラマとしても読めるように、懐を広くして用意した結果が、ちょっとその元々の志が歪んだというか、本当に男たちがガラスを持つだけの話だったら、もっと純粋性は高かったというか、芸術的にはおそらく評価されたんですよ。だけど、ちょっとそれだとどうなんだろうってひよった結果、おそらくね、ストーリーをつけちゃったって感じですよね。だから最後にゴールを設定して、そこに結局3人の友達が入っていってしまうと、あ、なんだ、結局旧来の物語じゃん。つまり、最後にはゴールがあり、それに至る過程が今だの話だったんだと思うと、普通になっちゃうんですね。ある意味ね。っていうところが傷といえば傷かな。だから初めの志よりちょっと、
大衆的にひよってしまったと。最後の最後まで芸術としてはフィニッシュできなかったという気がするんだね。難しいんだけどね。難しい。でも最後さすがにドラマ、うん。そう、ドラマになっちゃったって感じ。だそのずっとガラスを運ぶね、男たちだけの姿の描写だけで終われば、多分芸術だったんですよ。この戯曲は。先鋭的な。でも最後結局ストーリーになったのが、まあ、息切れしたかなって感じで、まあ、もったいなくもあるんだけど、まあ、ここは本当に難しいところで、結局ね、劇の主催者でしょ、で、だから現場というかさ、だからそれ芸術としてはいいけど、実際の上演で、まあ、いわゆるお客さんに受けるかというか、フラストレーションお客さんの、結局分かんなかったじゃんで終わっちゃうことを考えたときに、その芸術家竹内純一郎と、まあ、芝居の興行主としての竹内純一郎が喧嘩したとき、なんかその終わりを一応ちゃんとつけて、一応形としては、何も知らずに見たお客さんも楽しめるという形にしたんじゃないかなと思って、だから興行的にはまあ妥当ですね。だから芸術家であると同時にやっぱり商売人だから、劇の主催者というのは。ここがいつも人を苦しめますね。だから作家のなんか、ね、芸術的な達成はだからその犠牲にしてでも、まあ言ってみれば一般のお客さん、はい、大衆的にどこまですり寄るかというか、その、なんていうかな、さじの加減というかな、が、今、辛いとこだねって感じですね。だからストーリーになってしまったというのは、記憶単体の純粋性は欠いたなという感じですね。ちなみにさ、最後になんで水がジャーって出たか分かりました？最後のあの、これ非常に通俗的な終わり方なんですけど。ああ、うん。あのね、まあ言ってしまいます。あれは写生です。あ、そうなんだ。単純です。ああ。だからあの、男たちが女たちの話をし始めるとポタ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 水の、垂れてくるでしょ。あれは性欲なんですよ。あ、単純に言うとね、そう言うとつまんないけど、まあそうです。だからそういうふうに解釈できるラストをつけちゃったところがストーリーになっちゃったなって感じなんですね。で、最後、カラスがバーッと産むのは、はい、まあ、それが成就したって意味です。だから、三人の男たちは、そうやって女の中に入っていったんですね。まあ、穴があって男が入っていくっていうのがさ、はいはい、非常に恣意的じゃないですか。だから、それは結局、三人の男たちは求めてる女の中に、それぞれ入っていって、それぞれが射精をし、そして、オガラスのように、三人の魂は飛び立っていったってことなんですよ。昇華されたってこと、気持ちよかったってことなんですよ。なるほど。うん、でも、それをカラス、不穏な欲望として処理してるっていうことなんですね。結局は。おそらくね。まあでも、水がジャーは射精でしょう。どう考えても。まあ、リビドーがおそらく解消されたということだと思います。はい、まあ、それまでね、見てたね、お客さんたちもね、なんかもう、男たちがただぐちゃぐちゃぐちゃ言ってるだけじゃねえかという時に、最後に水がジャーって流れると、まあ、いっかって感じになる。まあ、確かに。というところもおそらくありますけど。ちょっとね、カフカも入ってるなと思いました。フランツ・カフカね。まあ、まあ、不条理でもあるし、カフカに掟のもんっていう短編があるんですけど、知ってますか？いや、変身しか知らないですね。うんうん、まあ、掟のもんってね、すぐ読めちゃう短編があるんですけど、その、男が、その掟のもんというところの前に行って、掟のもんは誰にでも開かれてると思ったから、すぐくぐれると思ったら、門番がいて強そうな。なんか、尻込みしちゃうんですね。その門は、に入れないんじゃないかと。で、男はその門に入らないまま、門番と、話をして一生を終えてしまうと、ね、でそれで最後に男がもう寿命で死ぬときに掟の門はみんなに開かれてると思ってたし、その掟というのはみんなが求めるもののはずなのに、どうして私がこう一生をかけてここにいた間、私以外の誰もこの掟の門にやってこなかったのですかって門番に聞いたら、この掟の門はお前だけの門だったんだよと、でお前が通らなかったんだから、もうこの門は閉めるよって言ってガシャンって閉めて男は死ぬっていう、まあ話があるんですよ。哲学的なね、すごい哲学、起きての門という、まあ、短編、有名な短編があるんですが、ちょっとそれを感じますね。このオガラスにもね、あえて間違った解釈をしますと、あれにはね、最後死んだんじゃないかっていう風な考え方もまあできますね。そうすると、その重いガラスっていう、彼らが持ってる重いガラスっていうのは、まあ言ってみれば人生であって、まあそれが割れてしまうと、最後ガシャーンと、些細なことで。まあそうすると、まあガラスが割れて人生が終わったので、死の国の入り口である門が開くというような見方もまあできますね。でまあしかも、その死の向こう側に、いわゆるポルノ女優がいる。というのも、まあ、いわゆる死への甘美な欲望というのかな、いわゆるこれをエロスとタナトスと言いますが、エロスとタナトスの恍惚という形で死へのもう欲望というのは表されるので、まあ、だからその死ぬ門の向こうにいるのが女だというのは、まあ分かりやすいですね。その鳩が飛んでくラストという、鳩じゃないカラスが飛んでいくラストっていうのも、まあ、カラスを死の暗示と見れば不吉なね、まあ、そういうふうに見ることもできるよね。見えますね、確かに。まあ、そんな感じでいくらでも多義的に見れる芝居だと。そうですね、いう懐の深い
余白がね、たくさんある。はい、なんか、うん、男三人芝居だけど、はいはい、ちょっと本当最近の話になっちゃうけど、うん、最近これ女性三人芝居ではいはい、はい、なったんですね。小野寺修司さんが演出して。はい、はい。で、まあ見てはないんですけど、うん、私は見ました。あ、本当ですか。はい、そうなると、うん、また話もやっぱ変わるのかな、みたいな、うん、男が女になるだけで変わるんじゃないかな、うん、いや、その話も、ちょっとする。うん、先に選票の話をあ、時間切れになるとあれだけど。そうですね。選票の話をしましょう。はい。